シリカ。あ、キリトさん、こんばんは。うん、今日はお祭りやってるだろ。よかったら一緒に行かないか。え、私でいいんですか。まあ、シリカと行きたいと思ったんだ。もちろん、ディナーも一緒にな。それで、予定空いてるかな。それなら今から行けるか。もうお祭り始まってるみたいだぞ。はい、じゃあ早速浴衣に着替えてきますね。気合入ってるな。いろんな屋台が並んでるよな。シリカは何が好きなんだ。そうですね、たくさんありますけど、やっぱり甘いものが好きですね。VR世界の中なら太らないと思うと、どうしても食べ過ぎてしまって。すぐも同じこと言ってたよ。甘いものといえば、あ、綿あめ発見。わあ、いいですね。それじゃあ買おうか。綿あめ一つください。一つ500ユルドです。ありがとうございました。思ったより大きいな。持ちにくいから気をつけて。え、これ私にくれるんですか。ああ、もちろん。ありがとうございます。それじゃあいただきます。甘くてふわふわでとっても美味しいです。そんなに喜んでくれるとは、買った甲斐があったよ。そうか。あ、キリトさんも食べてみてください。あ、俺も。じゃあいただきます。うん、うまいな。小さい頃食べた綿あめと同じだ。びっくりするくらい見た目も味も再現されてますよね。ああ、なんだか懐かしい気持ちになるよ。小さい頃すぐとお祭りに行ったことを思い出すな。キリトさんの小さな頃か。きっとすごく可愛かったんだろうな。可愛いかどうかはわからないけど、すぐとはよく姉妹に間違えられたな。わっ、あ、ピーナ。ピーナが綿あめに突っ込んだぞ。これはどうすれば。ピナが綿あめ全部食べちゃった。ピナも食べたかったってことだろう。私の綿あめだったのに。シリカ、ちょっとここで待っててくれ。もう一回買ってくるよ。え、そんな悪いです。でも、もっと食べたかっただろ。それはそうですけど。キリトさん、ちょっといいですか。キリトさんのほっぺに綿あめついてましたよ。え、もう一つ買わなくてもこれで十分です。シリカ、今の。私、ごめんなさい。なんてことを。本当にごめんなさい。失礼します。おい、シリカ。びっくりした。今のは一体何だったの。お祭りイベントの終わりまでまだ時間があるな。疲れたし、また今度でいいか。ん？あそこにいるのは。ああ、キリト君ではないか。サクヤさん、どうしたんだ。
人で街を歩いてるなんて珍しいな。私だってたまには羽を伸ばしたいのだよ。時にキリト君、今時間はあるかね。まあ特に予定はないよ。それはよかった。ではこの街の案内を頼めないだろうか。え、この街を。それなら俺よりサクヤさんの方がよく知ってるくらいじゃん。そういうことを言うのは野暮というものだよ、キリト君。女性の頼みは心よく引き受けておくものだぞ。え、ほら返事は。分かったよ。そうか、ありがとう。ではよろしく頼む。それじゃあとりあえず。お待たせ。どうぞ、サクヤさん。ああ、ありがとう。お、これはクレープだな。フルーツが中に入っているようだが、現実にはないものだな。スバルト・アルブヘイム限定のフルーツらしいんだ。ほう、ではいただこうか。どうかな。うん、うまいな。イチゴのような甘酸っぱいフルーツが生クリームとよく合う。気に入ってくれたようでよかったよ。このクレープリーファがよく食べててさ、俺もたまに買ってやってるんだ。そういえばリーファとはリアルで兄弟だと本人から聞いたよ。その様子だと随分と仲がいいんだな。彼女最近は君のことばかり話しているよ。そうなのか。一緒に攻略した話や街で起こった出来事を、それはそれは事細かにな。自分の知らないところで話題にされるとはむずがゆいな。あんなに妹に慕われてキリト君は過保護だな。ああそうだ、案内してくれたお礼をしなくてはいけないな。あ、そんないいよ、大したことをしたわけじゃないし。いいや、それでは私の気が済まないのだ。貸し借りの問題ではなく気持ちの問題だよ。そうは言ってもな。いきなり聞かれてもすぐに答えることはできないか。では何か思いついたら声をかけてくれ。最大限礼を尽くそうじゃないか。大げさだな。でもありがとう。無論。ん？何も用がなくてもいつでも声をかけてくれて構わんのだがな。サクヤさん、サクヤさんの手が首筋に、というか顔が近い。どうしたのだ。そんなに構えなくても良いではないか。それとも緊張している。あの冗談だ。君が面白い反応をするのでついからかってしまった。びっくりした。離れてくれてよかった。ああもうこんな時間か。そろそろ戻るとするか。ちょっとした息抜きのつもりが、君と話していたらつい長居してしまったな。また近いうちに道案内を頼むかもしれん。その時もまた心よく承諾してくれることを期待するよ。はあ、なかなか有意義な時間を過ごせたよ。ありがとう、キリト君。ではな。行ってしまった。とりあえず楽しんでもらえたみたいでよかったかな。ベルグンデですね。
砂漠の島か。今までにない雰囲気のフィールドよね。レアな素材が眠ってそうだわ。リズったら素材に目がないわね。私は新しいクエスト攻略が気になるな。ねえねえ、まずはどこから攻略していけばいいのかな。ボークリンデの時みたいにフィールドを一周してみるのはどうでしょうか。そうしてみようか。そこも探索対象だな。あそこに洞窟があるよ。洞窟といえばどんな素材が見つかるか探索が楽しみね。あれ、あそこにある大きなやつ、何か気になるオブジェクトね。何かのクエストポイントかもしれないわね。洞窟発見！探索候補の一つね。攻略に成功したらここから次のフィールドに行けるってことのようだ。この気流を止めないと先に進めないわね。別の場所にスイッチか何かがあるのかな。島を一周したのね。そんじゃ一旦町に戻って作戦会議しようぜ。これを使うか。